カネさんこんにちは、カネスということで、本日1月21日はですね、白猫デニスリリース2000日記念キャンペーンということで、まあ、プレゼントマッチであってログインボーナスでいろんな景品をもらうことができるという感じになっております。まあ、本日からね、毎日ログインすることによってですね、まあ、合計10日間ありまして、その間にですね、合計2000個のアイテムゲットできるっていう感じになってるんですけど、内容に関してはこちらになっております。まあ、合計で100ガチャポイントであったりとか、メモリアルルーンのかけらも結構もらうことができて、ギアスタールアンカールーム結構もらうことができるので、まあ、ログインはね欠かさずやっていただけたらなと思うんですけど、それ以上に皆さん嬉しいのはですね、多分これだと思うんですよ。星5確定のチケットですね。これどこでゲットするかって言いますと、このイベントのね、2000日記念プレゼントマッチっていうものがありますので、まあ、こちらをやることによって、まあ、チケットと、あとなんかルーンがあとちょっとずつぐらいもらえるみたいなのがあったりするんで、まあ、ぜひともね、こちらも忘れないようにしていただけたらなと思います。で、まあ、これはもうスライスでシャキンやったって、あ、もうボレーでもいけたかもしれないね、今の速度やったら。まあ、こうやってもうささっと終わらせてください。そしたら多分ね、プレゼントボックスのところにね、まあ、チケットが入ってるかなと思いますので、まあ、そちらを回収していただいてから、まあ、ガチャのところに飛んでいくっていう感じなんじゃないかなと思います。ということで今からやっていきましょうか。いや、これで星5確定とは言え、めちゃめちゃキャラいるはずなんですよ。なので、あの、当たる、その何持ってるキャラが被る可能性っていうのは非常に高くて、まあ、あの、ちょっと悲しい結果に終わることも結構あったりはするんですけど、まあ、楽しみなことにはね間違いないんで、やっぱ星5確定でやっぱテンション上がりますよね。こちらですね。なのでこちら引いていきたいなと思うんですけど、一応ラインナップ見ますか。多分200体以上いますよすごいと思いますわ。こちらが、まあ、あの、星5確定のプレミアムフェスガチャチケットになっているんですけど、星5の確率が 100% だと。で、ラインナップがこちらになっております。はい、非常にいっぱいいます。はい、もうめちゃめちゃハズレキャラもいっぱい当たるとは思うんですけども、まあ、持ってないキャラがね当たれば非常に嬉しいなというガチャになっておりますので、こちらを今回引いていきたいなと思います。いや、これは結構熱いでしょ。え、ここ押したらなんかあるんかな。あ、なるほどね。はい、星5確定で、まあ、それが出るよっていう話ですね。というわけでやっていきましょう。あ、これリニアも出るんよ。いいね。リニアが出たら超嬉しいけどね。まあ、どうなるかわからへんけれども。いや、マジでここは当てていきたいよね。はいはい。まあ、ここはね、星5確定なんで、確定で虹になっていきと。いや、マジでお願いします。持ってないキャラ、上から振ってほしい。マジでお願い。うわー、かぶったーあの、うん、多分 90% 以上の方がこうなるとは思うんで、期待しすぎんでもよくないかなと思うんやけど、まあ、一応ね、持ってないキャラが当たる可能性もあるので、ぜひやってください。で、まあ、今日からですね、このチームタウングランプリが2000日記念ということで、まあ、行われるっていう感じになっていて、まあ、ここに書いてんのかな、ここに書いてるかどうかはわからないんですけども、これをやることによってですね、確かね、40試合ぐらいしたらガチャポ50がもらえたりだとか、あと何かしらいいことがあるんでね、ぜひこちらもやっていただけたらなと思います。チームでね、200以内で入ることができたら、金のリニア像、まあ、これリニアじゃないんですけど、金のこういう像をねもらうことができますので、まあ、ぜひともねチームで楽しんでやっていただけたらなと思います。あれ、ミッションってどこで見んのこれ。あ、ここか。ミッションのところでこれですね。みんなで対地戦、10試合したら20ガチャポイントで、50試合したら50ポイント、5勝したら20ポイントみたいな感じで、合計で200ガチャポイントもらえて、あと、まあ、ギアスタールーンと、これは何や、チームタウンのフラッグかなかなんかがもらえるっていう感じになってるので、ガチャ式集めたい方はぜひともやってください。ということで、僕もこれやっていきましょうか。何コート、グラスコートということで、グラスの編成を揃えていきます。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。というわけでやっていきたいなと思うんですけど、まあ、相手の編成を見て分かる通りですね、チームタウンシングルスっていうのは、まあ、タワーとは違って出張することができるんですよ。なので、グラスコートにあんなね、ユッカ月見ルミアっていうね、なぜルミア入れてきたかはあんまよく分からないんですけど、まあ、SS がシンプルに強いっていうのもあったりするから、それが原因なのかな。まあ、そういう感じで遊ぶことができるんでね、まあ、タワーとは違う編成でやってくれたらなとか思ったりするんやけど、まあ、今回は僕は灼熱コート編成でやっていきたいなと思います。灼熱ストーム2枚重ねなんで、相手に1人ね、ストームキャラがおってもまた塗り替えれるよっていう感じではあるんやけど、まあ、それはあの、出張することによるデメリットっていうのは一応ありまして、まあ、出張することによってそのキャラの SS 回転率はマイナス 40%、 SS 増加量マイナス 40% になってしまうんで、その子ずっと出す分にはちょっとね、あの、特殊状態ループしなかったりして結構きつかったりはするんやけど、俺みたいにね、こうやって灼熱で打つなりなんなりするだけなのであれば、まあ、結構楽しかったりはするんで、おすすめですよ。あと、まあ、相手が使ってる月見とかも普通にドリンク取ることによって SS 回転率上げることができるんで、まあ、あんま問題はないんじゃないかなと
思います。え、これどうやって戦うのそんな永遠と後ろ下げていくんできついんやけど、まあまあオーガで枯らしていこうか。でさっきね、もっとおもろいこと考えとってんやけど失敗に終わったんですよ。なんかグラスコートってさ、クロカカロスめっちゃ多いじゃないですか。であれのやばいところって空中地面どちらでも攻めてくるっていう点だと思うんですよ。なので空中地面を向こうをね、全てのキャラにつけることができるクラウディア最強じゃねえと思ってね、入れてみたんですけど、まああのもちろん出張することができるんで、その空中地面向こうつけることはできるんやけど、あの子の特性上ですね、得意コートと無属性コートでしか仲間全体に空中地面向こうをつけるということができないということが発覚いたしましてそれでですね、戦うことができなかったんですよ。ちょっとそれ残念やったんですけど、だから俺考えとったんは、あのまあクロカってさ、めちゃめちゃビュン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 飛ばしてくるじゃないですか。あれ取るの普通に難しいかなと思うんですけど、まああれをですね、瞬間移動で取れば簡単かなと思って、暴走に用に空中地面向こうをつけてねやろう思ってたんやけど、ダメでしたね。まあカルロスで SS 打たれたとしてもさ、あの子フォア側で返球時に打球効果向こうつくじゃんか。だからもうこれはもうメタやわと思ったんやけど、ダメでしたちょっと悲しくはあるんやけど、まあまあまあ、この悲しい遠征も普通に楽しかったりするんでね、まあやってるって感じではあるんやけど、相手はそれ何回目、それ SSS なのかどうかも分かれへんな。よいしょ。まあオーガはシンプルにね、燃焼をかけれて、ほんで相手出張してるからちょっと枯れやすいってのもあるんちゃうかな。 SS 回転強っ出張してるやつの回転率じゃないやん。そうか、ユッカもあれやんな、 SS 自動蓄積あるもんな。そういうことな。やっべえ、なんか時空の乱れが生じ始めたとか言い始めた。覚醒したんかないで。やばいやばい、ちょっと待って、体力ない。あ、またユッカやったら空中地面向こうつけれんじゃね。スペシャルで20秒ずつだけやからちょっと物足りひんけどやめようかそれは。よいしょ。140 61、ジャスト出したら結構ダメージ入る感じやね。こんなん攻めようないねんけど、ユッカ強っいやラッキーまあ相手でスターコードでキャラやからね、まあ、灼熱は結構通ると。はい、というわけで2戦目やっていきたいなと思います。まあタワーやったらね、負けるんがちょっと怖い節があるんでね、することができないんですけど、まあチームタングランプは負けても問題がないので、10代編成でやっていきたいなと思います。僕の推しですね。まあこれでまあ初手相手の体力を枯らしていってみたいな感じかな。取ってくれよ。これでまあ枯らしていくと。ただボレーとかジャストを出してしまうとカウンターされてしまうから、そこは注意やな。わあ、これはどうしようかな。もう一回しようか。もう一回ここでスライス遅いして、そう今ちょっとボレーで決めようかな思っていけるな。いいね、やっぱジュダいいな。やっぱなんか初めから打球効果向こうついたり状態異常効かへんキャラっていうのが最近増えてきたからさ、この子あんま使われへんかったけど、やっぱ使えると楽しいよね。でもあれやな、相手体力回復するだけってな、それからしようがないな。ちょっとドリン来てくれへんかな。いや、もう SS 打てんの。え、それ SS 打ってもうてんちゃうの。ギリギリ溜まってなかった感じちゃうそれ。よし、これで SS とか。どこにおんねんな、こんな。体力回復するしかない、このジュダを。で、SS を打つ人がこの世にいるのだろうか。いや、いない。それ決まるんかい。で、もうそろそろ、ちょっと、でもまあまあまあ、まだいっか。あ、夜で来てくれんの。それはそれで嬉しいね。だって俺 SS も打たれへんからな。SS カウンターする余地がないわけよ。だから俺はドリンクか、あ、俺ジャスト打った。わ、知らん間にジャスト打ってもうてるドリンクが来たら、まあ、ロブ打つみたいな感じでやっていきたいなと思うんやけど、まあ、悩ましいな。これあと1打球ぐらいしたら黄色になっちゃうけど、まあ一回普通にラリーして、でも一応スカルマグナは相手のダメージ吸収するみたいなのがあるから、それで維持してくれへんかったら残念靴ダメージカットにしたらワンチャンあるかもやけどな。これで頑張って決めに行く。まあ取られても体力枯らすことができるから十分だと。ほんで SS 打つことができないから、まあ夜も SS 打ってくることはほぼないでしょう。いやー、体力枯らせてんねんけどな。その角度はえぐいでも十分でしょ、ここまで戦うことができたら。さあどうするで、緑で来られると詰むんよな。絶対ジュダじゃ勝たれへんねん、この光線ジュダじゃ。え、これ来たんじゃん。いけ、鋭角スピン。うわ、届くんそれ、やばすぎよお前。エリア広、いけ、これは抜けへんかったやばい。オーケーオーケー。で、まあこれでね、交代時で体力回復する靴履かしてるんで、またジュダで行くことができると。え、これ決めれんじゃね、ワンチャル、ワンチャル。よし、来たまさか体力緑になるとはっていう感じの決まり方ですね。まあこういう感じですね、チームタウンシングルスは楽しく、まあいつもと違う編成で遊ぶことができるので、ぜひやってみてください。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。